スナパイさんどのくらいタスク残ってます？タスクは残ってない。もう残ってないですよね。で、アそう、ルツださんからも4終わ人って見まつすけよて。ね。もう終わってます、終わってじまゃあす。僕だけじゃないですか、タスク残ってるの。おしまい。全員、このステージ怖いんだよな。タンちゃんが。ジャンキーホルダー。残ってんね。これは、エレクトリカルの方に行く。けど、タスクがねえ、こっち。え、ポン入るの。団地を行くか。需要はゼロ。誰か直してくれた。怖すぎる、ここ。うー、ナイス。早めのポン。素晴らしい、素晴らしい。うん。素晴らしい、フールタイムを稼ぎに行った感じでだ。すか？怖すぎる、このマップ、マジで。どこでも怖え。めっちゃ広いよね。広いですからね、ここ。広いし、四角多いし。いや、マップ変わると新鮮だな、すげえ。なざめさんがこっちじゃなかったって言ってるのを一瞬見えました。そうだね、ちょっとタスクの位置がちょっと分かんなくなってもう、迷子になってたんだけど。ゲームは暗く動なっきたが。らやばいと思ったので、エレクトリカルの番人しました、とりあえず。おお、暗くなりましたね、本当に。選択されちゃったけど、殺されるって思ったし。いや、僕も逆のことを思ってますよ。これ殺されると思って。が見えたもん、選択が。私はスナパイさんが標本室から出てきたときに、そっちで死体あるのかなって思って行こうと思いましたね。あれ、スナパイさんだったんだ、そこシャーってなってたの。みんな疑心暗鬼になって、このマップになった瞬間にラボのとこにいた2人が、その2人か。ハルトさんもいたね、確かラボ。僕い自まし分たはそこね。で分かれちゃったけど。ナザメさんと、あとピカクロスもいたね。いました。まあ、死体がいなくて、インポスターがもしかし匂たいらいでなすいけのど。かもしれない。よかったよかった。他なんか話したいことある人狂人か？いますか？あれ、停電って起こった気がつかなかったんだけど、停電起こってないですラジオ。あれ、停電じゃなかったか。ラなんジオ。か、ラジオそう、か。通信妨害みたいなやつあったな、みたいこのな。マコミュニップケーでシタョンスクの表示右され上ぐるらいののところきついよ。コミュニケーション、右上ぐらいのところのやつに皆さん。ちょうどメッドベイのあのスキャン始めちゃって、俺死んだわーってずっと言って。いや、新鮮だな。開始10秒でズバズバって2キルするのは結構多い印象なんで、ここ。ああ、ナイスボタンだな、逆なんかに言うと。最初のさ、上でみんな固まってる時、これやばくないって思った、思って。あそこった、で誰かのグリッドありますもんね。俺とこれピデカフォクロなんスだ。が真っ先に降りたもんね。まあでも、これで死体消えてたら、寺蔵さん怪しまれるのかな、こういう時って。まあ、一たはめっちゃ低いと思う。だって、結構カフェテリアっていうか、オフィスの近くで先端とすれ違った後にボタン押してるからね。まあ、そもそも死体がない時点でだいぶ黒くまあ、なる。何しても、何言っても何も進まないんですけどね。死体が出てない以上。まあ、静かな立ち上がりでした。雑新な鮮グリさをテ楽ーしんでるから今。あれが新鮮だからね。ピカクロさん見ると。ピカクロさんなんかくつろいでる音がめちゃくちゃ入ってる。やばすぎだろ、これ。ちょっと、怖い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 。これやばいな、これ。多すぎでしょ。みんなこの辺でやりたいよね。その気持ちもわかる。緑黒ね。怖い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 って意識はマジ大事。このマップ。しっかり肝に銘じておこう。このマップは怖い。チンネズミいるか。2人死んでる、2人死んでる。
ロスか。ごめん、停電中だったんだけど、原田さんとすれ違った後、はい、すぐに死体が発見したからリポートしました。エレクトリカル。これも見えてんのかよ。エレクトリカル。ね、カルほぼ中盤ピカクロスと行動をずっとしてたから。どこでエレクトリカル直せばいいか分かんなくて、で、さまよってた。2死体出てんだよね、今回。あ、3死体か。3ですね。3だね。ね、あの死んで、死んでたの、寺蔵くん。だよね、あのすれ違ったんだよ、あの辺り色だったよね、今ね、ですね、多分色だった。俺ピカクロスがその場で殺すとは思えない。なぜなら死体発見されるまでのピカクロスとほぼほぼラスト15秒ぐらい一緒だった。うん、でね、扉は多分スナパイさん開けたくねえだろうし、開けた方が多分白く見てくれるだろうなと思って全部自分が扉開けた。配電盤前ですか。俺が開けたんだ。死んでたのは場所は、あ、じゃあ同時だな。場所は配電盤、配電盤の方。エレクトリカル。エレクトリカル。うん、ああ、じゃあ。そのエレクトリカルの入り口あたりうろついてたから、まあ犯人にされちゃうと思うんだよね。でも。人は原田目線。ピカクロスって原田さん見た？見てないよ。見ました。私は見ました。あの原田さんの。あ、最後のすれ違いは見たけど、あのそれ以外は見てないんだよね。あ、そうです。私も原田さんがエレクトリカルが出てくるところを確認して、うん、出てきた後にリポートがすぐ光ってるのを見てるので、仮に原田さんがクルーメイトだとしても気づかないわけがないと思ってるので、インポスターだと思ってます。なるほどね。喋らせてもらっていいですか。はい、どうぞ。心電図見たんですよ、はい、停電の直後だったかな、はい、に見て2人死んでました。心電図っていうあのオフィスの右側にあるあの図がありまして、死んでる人がわかるんですよね、リアルタイムで、うん、それが白と黒だったかな。でラボと標本室でした、多分。あのアドミンで見たんですよ、場所を。人孤立してる人の、もうちょっと話したい。流れさんだと思う、標本。あ、標本はもう私です、孤立したのは。まあいいけど、すぐ押しますね。うんうん、はいはい。え、まあさっきの話だと原田さんがエレクトリカルから出たのは間違いないのかな。あ、まあそれは間違いないから。あ、じゃあ光ってなかったんだったっていう主張だったら原田さんでよくない。うん、まあそれしかないんだよね。大丈夫か。スナッパイさん的に慌てたでしょ、原田は。多分そうだな、原田さんの心情を察するこの人は道に迷ったふりをして、あの旅行客のカバンを奪っていくタイプの犯罪者だね。やめろやめろやめろ。いや、まあそれしかないんだよね。まあ原田さんに確認したいのが、あの、はい、原田さんがエレクトリカルに入るときに誰かと一緒にいたかどうかが知りたくて。エレクトリカルに入るときは見なかったんだよね。うん、ってなってくると、あり得るパターンとしては、エレクトリカルってあそこ結構死角が多くて物陰に隠れやすいんですよね、形的に。隅っこの方に、うん、自分としてはもう隅っこの方にいたとしか見えないんだよね。で、そうだったら動かないから。隅っこの方にいたっていうのはどこの どの隅ですか。右すぎみとかいたら視界から平気で外れんじゃないの。右下ですか。右下左下わかんないけど、うん、まあでも行く意味があんまりないんじゃないかなと思ったんですけど。今日は原田さんでいいような気がしますけど、ちょっとさすがに、いいんじゃないですか。うん、あとはもう一郎を探す。あの、竹雄支店砂鮫さん隠し城なんで、うん、それはあの、そうだね、標本の方に2人で行って、うん、で先に出たの
竹雄なんで、でその後にすぐに、レポートをされてるんで、もうその時点で砂沢さん絶対できないんで確証だと思ってます。結構前かもしれないですよ。だって3人死んでるから、いや30秒以上経ってるのがあるはず、リアクター終わってからずっとだ。うん、右回りでずっと竹雄くんと一緒にいて、自分だけ標本室に残ってたっていう感じ。じゃあ自分も、まあ、頑張ってください。ちょっと話を整理したかったけど、怖い。いや、むずいな。いつ死んでたのかがわかんねえからな、結局。さあ、なるほど。あれなのか、時間かかるやつなのか、右上が怖えー。じゃないね。まあちょっともうちょっと話したいんだったら一郎連れてんじゃないのかなとは思っちゃうけど。うん。まあ話整理しますか先。はい。砂雨さんの停電前の行動を教えてほしいです。はい。リアクターがまず鳴ったと思うんですよね、確か。はい。でリアクター鳴った後にそこからもうずっと竹雄くんと一緒で実験、あ、ラボ、メッドベイ除染室、標本室まではずっと一緒でした、竹雄くんと。でその後自分だけ標本室に残って竹雄くんは先に行ったっていう感じ。はい。ってことはスタイルじゃなかったかもしれない。撤回します、標本室に一人残ってたのは、うん、じゃあそれは砂溜さんかもしれない。そうそう。で、あ、はい、竹雄くん。アドミンで竹雄が先端さんと会ってますよね、その後。ヒカクロさんの咀嚼音がめっちゃ聞こえる。まあ、ごめんなさい。もうちょっとゲート上げてもらえますか。竹雄がアドミンで先端さんと会ってますよね。あ、いや、先端会ってる。その時に多分砂沢さん標本にいたんで、いました、先端さん見たのが。ああ、証明できるのね。あ、じゃあごめんなさい、はい、そもそもじゃああんまり心電図の情報が当てにならないかも、思い込んでたから。でもラボ、あ、そうか、じゃあラボは確定か。じゃあ1残ってたのは、だから竹雄さんじゃないのであれば、そうですね、まあラボに死体がある可能性は結構ある。でも時間いつか分かんないからあんまり拾えないわこれ。うんうんうん。でもどっから標本室入ったって言ったっけ2人は。ラボ、メッドベイ、あ、ラボ、除染室、除染室同時ですか、入った同時ですね。全く同時。うん、じゃあ片方が殺してっていうのはちょっと現実的ではないってことだね。でただ標本室で竹雄くんと別れたから、その別れた後に竹雄くんが1キルできたかは、まあ、可能性としてはある。まあ、確かに。でもあのアドミンで先端さんに会ってるんで、そこまでの中に人いないんで無理だと思います。私は見てないです、アドミンで。アドミンを見てたので見てない。すいません、眠気覚ましに昆布かじってました。全然 OK です。あ、これ眠りの心の覚醒前なんで大丈夫です。これピカクロスさんの、怖え、ここ。怖え、ここ。竹雄さんと。ああ、怖え。行かないかね。怖え、怖えよ。怖え、ここ。マジ？どこ？場所は？エレクトリカルの配電盤に砂溜さんが先に触って、でそれであの離れててレポート連打って感じですね。ごめん、配電盤の前には俺いましたけど、他誰かいましたか？
竹尾もいました。竹尾さんは確かドア開けてくれてたよね。はい、私がドアを開けました。でも両方とも、あ、そうなの、同時かもしれないけど、ラグがあるんで、うんうん、ラグかもしれないけど、どっちのドアも開けてなくて、両方のドアっていうかエレクトリカルのドアが開いた時に多分俺が一番最初に入ってるよね。いや、砂溜めさんだったと思う、先に入ったの。僕視点では。停電してたから分かんないけど。多分、配電盤に真っ先にたどり着いたのが自分だと思ってて、これは俺がやれってことなのかなと思って、配電盤をやってたんで。途中止まったの見ました、僕が。分からん。ね、先端さんが、バンの前来て、で、横にちょっとそれたから、あれ誰かやってんのかなと思って、そうそうそう。覗きに行った。来てたのは誰なの、結局、全部で。全員来てた？うん、私行ってない。アルトも行ってないね。じゃあこの2人は違うじゃん。うん。竹尾先端のどっちかですね。うん、でもなんでここでキルしたんだ？あまりわかんないや。これ2キルで試合終わらせに来たんかな？あんまりあそこで、いや、ちょっと考えても仕方ないか。まあそうっすね。いや多分原田さんで間違いないと思うんですか、皆さん。そうそうそう。俺スピカクロスの証言がもし間違っていて原田さんが白なのにそういうことをしたって言うなら、ピカクロスの相方はスナパイであるべきだと思うから、その場にピカクロスがいないってことでスナパイピカクロスの二郎を切ってほしい。タスクアウト行けば2個です私。タスクまだまだ残ってます。残ってんな。ぼちぼちかな。入るんだ。僕がニロあるって言ったからや。あるって言ったから。投票しました。ナパイさんじゃねえじゃん。いやむずいなこのマップ。竹尾さんの反応的に違う。もう押せないからな。おお。エレクトリカルの入り口の外で出ました。私が入る時は多分光ってなかったと思う。レポートはで私がエレクトリカルから見て右上のドア、エレクトリカルのドアを開けて修理して出た時にあったって感じです。だから後続でなんじゃないかな。ね、場所ちょっとこれ言いにくいんだけど、ボイラーの上かな。でそれピカクロスくんと一緒だったよ。 ですね、そうタスク終わって多分ピカクロスくんがエレクトリカル向かったんじゃないですかとしかちょっと言いようがないです。アルトさんは僕右下ですね。覚え毛やってました。じゃあ2連アルトさんは絶対違いますね。2連続セルフレポートだと思いますか。ちょっとそれを考えにくくなった。予想が分かりません。僕竹尾さんのね、エレクトリカルの1個前殺害の時のリアクションが犯人っぽくないと思ってんだよな。みたいな感じでしたよね、初手で。うん、まあ、バイさんじゃね、二郎を疑ったから投票したっていう心理もよく分からないし。だって原田さんで連れてないことにしたいって思ったんだよな、あの時。俺以外にももう一人投票してた人いたでしょ。誰だった？私です。それ別に原田さんじゃないことにしても、どっちみち自分視点はどっちかすんなきゃいけない。投票したことを明かした俺と明かさなかった竹尾さんで俺なの？別に明かさないっていうわけじゃないでしょ。いや、もう俺は自分で言っただけだけどさ。先端が竹尾さん投票したんですか？したってよ。マジ？僕左行ったの見えてたのにしたんだ僕に。うわ、ってなるとむず。むずいな。先端じゃなさそうなのだけは分かったんだけど。俺もそんな雰囲気は感じる。
うわ。あ、こうなるか。マジか。タスク頑張ろう、タスク頑張ろう。あ、俺終わりました。押せる？いや、めちゃくちゃ残ってんだよな。後ろ来るよね。内側も確認した方が良さそう。竹尾さんが私に投票した理由は何ですか？え、それはどこのタイミングの、あの、あれかな、砂染さんが死んだ時の話だよね。そうです。そう。で、直前まで近くにいて、うん、で、こっちはレポート光ってなかったのに、先端さんがレポートしたから、かなり近くいたのになんでっていう思いがあった。なぜ砂パイさんに入れなかったんですか？そう、砂パイさんはバンいじってたっていう話だったから、私が左に動いたの見えたって唯一言ってくれたの竹尾さんでしたけど、そうですね。それで私が下ろして、ごめんね、左に動いたの下りが分かんないんだけど、うん、何配電盤を触らずに左に避けたって話。そう、怖いから、怖いから見守る形、左後ろから。バンのところに一回行ってから離れる素振りをしたから、あ、それ誰かいるのかなと思って確認しに行った。三死体出たときって、竹尾さんって砂亀さんと一緒にいたって言ってたじゃないですか。そうです。で、スナパイさんって誰と一緒にいたんだっけ？何の時だっけ？三死体。あ、ピカクロスと一緒。ピカクロスと一緒だった。ピカクロスとどれぐらい一緒だったんですか？なんか竹尾さん結構長い間砂亀さんと一緒にいたっていう感じを受けてるんだけど。ラスト15秒以上。最後の15秒ぐらい。うん、死体発見も同時。その前は特にピカクロスと一緒に動いてるわけではない。うん、ボイラー室あたりで合流したはず。なるほど。ナパイさんって、あ、違うか。はいはいはい、何？いや、てか、ラボでの殺害が可能なのって、もう、竹尾さんしかいなくないですか？いや、俺、ベントが、だって、ベントがね、上から下まで伸びるんすよ。いや、多分歩いてきてると思う。アドミンまで来たって言ってるってことは、多分、ベント疑われるから。いや、アドミンでセンターさんに会ってるんで、それはないですよ、絶対。で、標本室には砂亀さんがいるから、それはないです。なるほどね。こうなるのね。いや、これ決めなきゃいけなかったのか。いや、ちょっと、いやー、いや、マジでわからん。イーブンぐらいだな。でも、右上で殺害できたの竹尾さんだけなんじゃないかなと思うんだけど。音に行こうか。いるね。いやでもね、スナパイさん、ちょっと視野広すぎる感じもするんだよな。ちょっとやべ、終わらなすぎてる。もうタスクやんない方がいいか。すげえ。あ、怖っ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 。一緒に動こう。
みんな生きてる。一行きたいからついてきてほしい。いいか、僕一人でやればいいか。誰なんだマジで。みんな来てくれてる。俺のタスク勝ちできそうだな、だったら。残念ながらセルフ、え、あ、僕が押してるんだ。センターンがレポート中ですね。僕が押す、いやセルフレポートかと思ってた。なん、スナーパイさん、ごめん、何が起きてるの。スナーパイさんがなんでセルフレポートしたんだって、アルトさんと僕一緒にいたのにバカじゃんって思ってたら違った。一緒にいたんすよ、ね、うん、っていうか、けど、うん、俺はだって左で待機してたね。アルトさんがこれ裁判員ですよね。先に喋らせてほしいんだけど、竹尾さんが多分押してたんだと思うんですよね、うん、竹尾さんが一番先に言ってたんで。スナパイさんどのくらいタスク残ってます。タスクは残ってない、もう残ってないですよね。でアルトさんも終わってますよね。もう終わってます、終わってます。じゃあ僕だけじゃないですか、タスク残ってるの。おしまい。あと幽霊が残ってなかったらそれで終わりです、ね。おしまい。幽霊は残ってることないと思うけど、うん、結構長かったから。竹尾さんが先頭で行ってて、その後ろ砂場さんが追っかけていって、僕が手前行って、うん、一番最後先端が来たんですよ、ね、うん。なんかね、俺が後ろからついてくるの嫌だったみたいで、竹尾さん途中で止まって俺先行かしたんだよね。僕ドロップシップの前で反応しました。俺連打してたから自分がやったと思ってなかったけど、そう。時間的にだから、それで言うとさ、アルトさん聞いて、ね、アルトさんと一緒に押そうとしたじゃないですか。でも進まなかったから、反対側やばくねと思ってアルトさん話したじゃないですか。話しましたね。で、僕が行ったじゃないですか。行きましたね。で、ってなると、スナパイさんと、竹尾さんの順序が入れ替わってない限り、僕の殺害って無理じゃないですか。まあ、無理なんですよね。そうなんですよ。それでいいじゃん。で、入れ替わったっていうか、僕が行って、竹尾さんは距離を取ってた。多分真ん中で待ってたんじゃない。裁判員しますね。正確に死んだ位置を僕は知らないので。ごめん、もう、スナパイになるわ。マジ？うん、先端だと早すぎる気がするから、間違ってたらもうごめんとしか言いようがない。じゃあ謝って、俺がやだ。素晴らしい。いやー、ナイスです。ナイスゲーム、ナイスゲーム。いやー、ナイス。惜しかったね。確かにアルトさん迷うね、あれは最後迷いますよね。先端さんが向かって即切る、通り魔のように切るしたって見えちゃったわけか、アルトさんからは。だとしたらなんで竹尾さんそこに残ってんだろうってなるので、どうしても、うん、まあでも一応可能性ゼロではないってことだよね、アルトさん目線からすると。僕と先端が ない状態の頭で竹尾さんとスナパイさんが争ってるイメージだったんですよ、ね、はいはいはい、最終前は。だからそう、竹尾さんがスナパイさんに先に行かせるってことしないんじゃないかなそう、黒塗りされてるから真っ先に行くはずっていう、うん、いや22の別れ方嫌だなって思いつつも、もうここで先端と勝負するしかないと思ってさ。そうだ、ね、あ、少ししかなかったですね。まあ確かに、だからスナパイさんもいいあがきだったなっていや、めちゃめちゃ怖かった。普通に客として見てましたけど、面白かった。惜しかった、あ、よかったよかった途中まで迷ったもん。ピカクロスさんキルしたとか、うん、スナパイアルトとかで分かる。スナパイアルトチームとかになってたら、アルトさんが決めたら結構やばかったよね、これ展開。そうですね、うん、2に分かれたグループが割と運は良かったかなって感じはしますね。そうなんだよね。確かに、うん、ピカクロスアルト優先的にやんないとダメだったので、5人番目の時に、うん、
だから、あ、これはピカクロスの方だったらいけると思って、ピカクロスは先にやったんですけど、やられましたね。次、アルトさんやりたいけどな、みんなどこって言ったら、3人とも固まってやんのって思って。あ、で実質、やっぱり原田は運が悪かったって感じ。あのいやー、うん、僕とピカクロスが駆けつけた時に中から出てきちゃったんでね。いやー、話してる途中で右隅にいればよかったとは思ったよ。まあまあ、ピカの下とかにいれば、そうなんだよね。見られない、まあ。タイミングが悪かったもんね。うん、まあ、あれは今タイミング運が悪かったのもあるよね。いや、逃げた方向は悪かったよ。絶対誰か通るとこにいたもん。で、一人からなってんだから、後から人いっぱい来るやろ。いやー、殺しやすそうなとこにいたからさ。殺された。2、3日目の議論。惜しいとこまで行ったんだけどな。うん、2、3日目の議論が、先端さんの発言でめっちゃいいなと思ったのがあって、神殿図とアドミン両方見るっていうあの二刀流すごい好きですよ。またあれめっちゃ強くないか。アドミンさらに強化版みたいな手で。あ、でも結構廊下が広いんで、このマップ行ってしまえば外で殺されるとマジで場所わかんないし、結構外のタスクが多いんですよね。結局ね、ラボで死んだから、私もラボあたりで死んだんでまだよかった。あれ誰にやられたんですか。あれは、スナパイさんです。私スナパイさん、今回スナパイさんがかなりの数殺してるんだろうなと思いながら見てました。あ、実はそうではなく原田さんが2キルしてて。あ、そうなんですか。へえ。あ、原さんやった後にアルトさんのあの指摘通り、あの大弁当移動で左下に移動しまして。へえ。大弁。あ、そうです。大弁です。大弁当移動。大弁。で、大弁行きます。ボイラーでピカクロス見つけたんで。トイレから大弁。あ、一緒によ。トイレから大弁当移動。大イベント移動。そっか、そう、竹雄くんとなんかセンターさんがちゃんとアドミンで目撃情報をお互いしてればすげえなんか整理できたんだけど、どうしても竹雄くんがそれで食い違ってるから、なんか標本室で自分と別れた時はクールタイムだったのかなっていうのがちょっと言えなくって疑心暗鬼がね、うん、疑心暗鬼で竹雄くんをしろとはちょっと言えなかった。すげえ一緒に行動したんだけど、うん、最後スナッパイさんメッドベイで先端がさスキャンやってる時にアルトさん殺すとかは考えなかった。竹雄さんが一番しんがりやったんですよあの時、うん、あ、竹雄さんの位置がもう両方とも良かったのか。位置が良かったのだから、だからここで殺した、例えばここで殺す、はい、あの殺しに行って、あの先端に竹雄スナッパイで迷わせるっていう選択肢は考えなくはなかったんですけど、蓋されたんですよね竹雄さんに。竹雄さんの横横切んないとアルトさんキルにたどり着けない位置につけられて、僕のターゲットがずっと竹雄さんだったんです。あの位置ギリギリでしたよね。スナッパイさんが前に出て殺すこともできたけど、それだともしかしたらセンターに見られるかなっていうぐらいで、うん、そうなんですよ。僕がちょうどセンターに見える位置で手前でずっとボケーって突っ立ったの。幽霊でも楽しいなこのゲーム。いやそう、みんな最後心霊写真撮ったらやばかったよ。なんかラボに10人集まったもんね。幽霊が。センターさんの体スキャン全員で見守る。いやー恥ずかしい。見られてたんだ。いやこれ目が離せないと。あ、しかもリアクター60秒なんだね。なんかそうです。これ長い。長めですね。長いんだね。なるほど。全員で貯金していたら大変ですからね。確かに。このマップでトントンぐらいだな、バランス。いやでもこのマップは確かにインポスター有利な気はした、ちょっと。うん、まあ、あの、初期マップよりは、比較すると。イベントの移動も分かりづらいので。うんうん、これ、最初のその開幕の10秒でキルができるはずのところで、僕も原田さんもキルできんまま一回ミーティング入っちゃったんで。寺野さんのボタンがね、うん、ナイスだったね。あ、そうです、そうです。だから、あれでもしキル取れてたら、僕らもうちょっと自由に立ち回れたかもしれない。いやー、あそこでこう。連打しとけばよかったの。みんなフルタイム終わりの頃にみんなパラパラなんか動き始めちゃって、であの初日の後になんかオフィスの右上あたりに8人ぐらい固まったのがすげえ怖くって、ああ、ね、めっちゃいたね。そう、あそこみんな遠巻きに絶対キル起こると思って距離みんな取ってたよね。そう、みんな距離取る人と、それを見てまあタスク順番にやる人とみたいな、すげえ順番性になってた。あれカフェテリアに集合させられるので、その横一斉に集まりやすいですもん。そうなんですよ。あれ怖かった、すげえ。ちょいと。いや、最後。面白かった。いや、すごく良かったです。サポータージュ、あれでしたね。なんか、停電あんまり、一番最初は発生しなかったです。
そうなんだ。なんか、ゲンずっといたのになんか、万人がいなくなってからバンバン停電してたんで。